新企画が始まります。はい、新企画を始めたいと思ってるのですが、まだ企画が決まってるだけで、この企画は皆さんのご協力あっての企画となります。喜界島のわからないこと、例えばこの方言昔から使ってるけど結局意味がちゃんとわからないとかあとこの建物は何だったんだろうとか、あとは疑問、なんか疑問に思ってることを私たちが解決できたらなと思っております。概要欄にメールアドレスを貼ってるので、そこからご連絡いただいたり、あとは直接連絡先を知ってる方は直接連絡いただいて、あとはインスタグラムのメッセージでもいいですし、もし手段がない方は、この動画のコメントの方に残してもらえればそれでも大丈夫です。で、その連絡いただいた方に直接お話を聞いたりご協力いただく形になるので、そこはよろしくお願いします。なんか一個例としてこの前話してたら、喜界高校の文化祭が、今は分かんないんですけど、私たちの時は幼児祭っていう名前だったんですけど、その幼児祭って結局どういう意味、どういう意味で幼児祭だったんだろうっていうのが、友達とね話してて、そういう話になって、そういうのもなんか調べれたらいいねっていう感じです。なんか探偵なんちゃらスクープみたいな感じ、なんか調べてほしいこととかそういうのを依頼を受けて私たちが調べるみたいな企画です。本当はなんかその人に会いに行って撮影してみたいなのが理想ですね。手が、お手紙でもサバにまでサバに当てて大丈夫です。なんかすごい小さなことでもいいのであればぜひご協力お願いします。どしどしご応募ください。お願いします。お楽しみに。